昭法丸は、鉄道省青函航路で運行された、車載客船で、同系船に平丸、津軽丸、正木丸があり、これらを含めた4隻を、昭法丸型と呼び、本船は、その第一船であった。日本で、最初の車載客船で、後に建造される、車載客船、車両音船の原型となった。国有開港。 百貨輸送量の増加著しい青函航路では、1914年の第一次世界大戦勃発後は、海運貨物の鉄道への転移も加わり、その増加はさらに加速。1917年頃から、貨物の積み替えを必要とする一般型船舶の、それも橋けを用いた。沖二に役では、円滑な貨物輸送が困難な状態に陥った。これに対する、 抜本的な対策として、貨物を積載した貨車を、陸上軌道からそのまま、船内軌道へ、機関車で押し込んで積載し、相手港では、逆に、船内軌道から、陸上軌道へ、機関車で引き出して陸上げする、車両構想が導入された。この車両構想を行う客船として建造されたのが、これら4隻の車載客船であった。と平丸は、裏がで、 津軽丸と、正木丸は、三菱造船長崎造船所で建造され、これら両造船所製の間には、船体構造等に相違が見られた。すべて、第二次世界大戦末期の1945年の空襲で失われた。ここでは、これら商法丸型と、青函航路における、車両構想システムについて記述する。 1908年3月の帝国鉄道庁による国営西関航路開設当初は先発の日本郵船と2社競合であったが1910年3月の日本郵船撤退以降帝国鉄道庁改め鉄道院西関航路の貨物輸送量増加は著しく1910年度の7万2625トンから 4年後の1914年度には154,716度にへと倍増していた。1910年1月には、義勇館梅が、高丸を要請し、同線海洋の1911年1月には、その後継として、海月山丸を要請し、平ふ丸型2隻と合わせ、3隻体制を維持した。さらに、半角鉄道が発注し、 同鉄道国有化後の1908年6月、竣工後は、山陰沿岸を行く舞鶴坂井間航路で、運行された第二半角丸を、1912年3月の、同航路廃止後、寒布航路での使用を経て、同年6月生観航路へ転入させ4隻目とし、同線転出の1914年7月からは、満制限丸を要戦して4隻体制維持し、増加する。 貨物輸送に対応した。しかし、1914年7月の第一次世界大戦勃発は、その後の大戦契機と世界的な潜伏不足による海運貨物の鉄道への転移をもたらし、鉄道連絡線航路である西函航路の貨物輸送量も、1916年度からの 増加はそれ以前にも増して著しく、翌1917年度には36万1259トンと、3年間で2.3倍にも達し、同年以降大化の山を作る混乱状態に陥ってしまった。一方、旅客輸送人員も、1910年度の22万3524名、1914年度の28万8964名から、 1917年度には49万4827名へと、急増し、却下双方の抜本的な増強策が求められた。これより、前、同様に、貨物輸送量の増加著しい関門航路では、同航路の荷物輸送を一手に受け負っていた、宮本組の宮本工事の発案により、木造の貨車橋家を用いた、日本初の貨車構想が、 1911年10月1日、下関小森江間で開始された。この航路は関森航路と通称され、鉄道員からの受け負いで宮本組により運行されたが、その有用性と確実性を目の当たりにした鉄道員は、1913年6月1日、これを買収、直営化した。さらに1919 19年8月1日からは、 自公式貨車と仙台一関門丸、第二関門丸も就航させ、貨車橋家と併用していた。この貨車構想の実績が良好であったことから、鉄道院運輸局船舶化は、1918年、これら貨車橋家を自公式とし、15トン、積みは無型有害貨車16両積載と大型化した、上、平踏丸型を上回る685名の旅客も、乗船できる。 車載客船とし、これを青函航路へ投入して、一挙に、客家輸送力不足を解消しよう、という画期的な改革案を立案した。貨車構想、あるいは、貨車以外の車両も含む、車両構想では、岸壁停泊中、陸上軌道と接続した、船内軌道へ、あるいは、船内軌道から、貨物や荷物を積載した車両を、 そのまま機関車で押し込んだり引き出したりして積み下ろしするため200時間の大幅短縮による貨物、荷物の速達性向上、連絡船折り返し時間短縮による船と岸壁の稼働率向上、積み替え不要による貨物、荷物の損傷や紛失の激減などの利点があった。しかし、車両積載場所が戦争ではなく車両간판上に限られるため、 重心が高くなり、同じ重量の貨物を積載するにはより大型の船を必要とし、その構造も複雑で建造費も増大し、さらに岸壁には車両を安全に積み下ろしするための専用の設備を要し、他航路への転用も制限される、などの問題点もあった。当初は鉄道院内でも反対論が多かったが、国鉄全車両の自動連結機化が1925年に、 実施されることになり、青森港第一期集築工事も1924年には、竣工することとなったため、この機会に全国規模の貨車直通運用を開始すべき、として1919 19年、この車載客船による車両構想案は採用された。さらに1920年9月決定の最終要求条件では、郵便で、 小荷物車積載可能な抽選を含む、船内軌道参戦となり、旅客定員も940名とされ、当初案よりかなり大型化していた。当時、日本には、このような大型の車載客船建造運行の経験がなかったため、鉄道院改め鉄道省は、1909年開設のバルト海を行くドイツザスニッツと、スウェーデントレレボリ観光路の参戦。 総ン級車載客船ドロットニングビクトリア号などを手本として設計し、1921年12月に浦賀選挙へ2席、翌1922年12月には三菱造船長崎造船所へさらに2席の建造を発注した。鉄道車両積載のため、喫水線上約7フィートの位置に前後に全通する車両甲板を持ち、 その大部分を2層分吹き抜け構造の天井の高い、車両格納所とし、車両格納所線尾端は、車両積み下ろしのため、線路3線幅、乾板2層分の大開口となっていた。車両乾板下には、主乾板と船底の線争、車両乾板両原側中2階には、下部遊歩乾板、車両乾板天井部には、上部遊歩乾板を持ち、 その上に3層の乾板室を設けた7層構造であった。コンパス乾板最上層は操打室の屋根に相当するコンパス乾板で磁気コンパスが設置されており、乾板室の直前の船体中心線上に上部遊歩乾板から立つ全部マストがコンパス乾板よりはるか高くそびえていた。裏賀線巨星の二隻ではこのマストのコンパス乾板より1.8メートルほど、 高い位置に単焦灯を備えた見張り台を設け、コンパス甲板から階段で直接登れるようになっていたが、三菱造先生では、この見張り台は省略され、単焦灯はコンパス甲板に設置された。航海船橋コンパス甲板の元が航海船橋で、その最前部には周囲をガラス窓で囲い、船体全幅からさらに両舷外に張り出した。 操舵室が設置され、その室内の船体中心線上には、前後に、船尾台用と船首台用の2台の水圧式、テレモーターが装備され、左舷側に海図台や、エンジンテレグラフ、ドッキングテレグラフが配置されていた。探偵看板公開船橋の下が、探偵看板で、前方の操舵室直下には、看板部高級船員居室と、無線通信室の入った。 看板室があり、ここからは、上の操打室へも下の一等船室区画へも、屋内階段経由で行き来できたが、操打室への屋内階段設置は、国鉄船舶としては初めてであった。探偵看板の両舷には8隻の救命ボートと、右舷前方に1隻の天馬船がそれぞれ、ボートダビットに、喧嘩されており、中央には、煙突が1本、その煙突の前方、 1. 二等食堂の屋根の部分のみ、食堂の天井高さを高くするため 914mm 高くなっており、その中央部にはさらに屋根型の天窓が設置されていた。後方には後部マストが立ち、後端には操舵室同様両原側まで張り出した後部船橋が設置されていた。昇法丸型は、 バルト海航路の連絡船を手本としたため、かの地で行われているように、郊外で回答し、更新で入港できるよう選手打が装備され、そのソーダはこの後部船橋のテレモーターからも可能で、ここには磁気コンパスも装備されていた。選手打は、ある程度の長い距離を相当の速力で更新する場合には有効であったが、青函航路では、小法丸型就航に合わせ、 出力400馬力クラスの補助機船4隻を配属の上、昇法丸型は全身のまま入港し、岸壁直前で補助機船の助けを借りて右回答する着岸操船砲が取られたため、この選手打を有効に使う機会に恵まれず、その後の青函連絡船でも、選手打は第二青函丸に装備された以外は装備されなかった。しかし、後部船橋は、 万壁停泊中、車両積み下ろしを目視できるため、車両積み下ろし時の船体横傾斜を抑える、ヒーリング装置の遠隔操縦ハンドルがここに設置され、こちらはその後も継承され、ポンプ操縦室と名を変えて、1977年、青函連絡船として最後に建造された、石狩丸まで受け継がれた。上部 UFO 看板探偵看板の元が、 車両看板車両格納所の天井にあたる上部遊歩看板で、選手部は陽病器やキャプスタンを備えた露店の軽線作業場になっており、陽病器の後方には一層下の看板部員居室、区画と交通する階段室のコンパニオンが設置されていた。この選手部以外はすべて看板室になっており、その最前部は一等区画で、一等船室が発出、あり、 それらは、上段寝台折りたたみ式の二段寝台を備え、一等の定員は39名であった。一等区画原行部には一等喫煙室が、動作原行部には配膳室があり、これらの後方に隣接して、その幅が、両弦の遊歩道間にわたり、さらにその両側は、遊歩道に、出窓状に張り出し、天井高さも、全面3.35メートルと高く、その中央部には、 さらに屋根状に突出した、ステンドグラス入りの天窓を持つ豪華な位置、二等食堂が、配置された。その後方中央部は、煙突直下、煙時の通るボイラー室囲い壁があり、この左辺に二等喫煙室、右辺に前後をつなぐ廊下と、その右辺側には、事務長室と、客室係員詰め所が配置され、これらの後方には両舷をつなぐ廊下が設けられた。 これを隔てた後方中央部には、機械室囲い壁があり、その左玄と後ろ側には、開放二段寝台で、定員28名の二等寝台室が、右玄には、上記の前後をつなぐ廊下の続きと、その右玄側には、二等トイレ、洗面所が設けられた。これらの後ろ側には、両玄遊歩廊をつなぐ、屋根付き室外通路があり、これを隔てた後方には、 定員170名の畳敷きの二等雑居室が配置された。上部遊歩乾板の名称通り、乾板室全集は、側面が開放の遊歩廊で、また配前室、一等喫煙室、二等喫煙室、前後をつなぐ、廊下、二等寝台室、二等雑居室には、食堂ほど立派ではないが、天窓を設け自然光採行が図られていた。 下部遊歩甲板上部遊歩甲板の下には、車両甲板両舷側中2階に相当する幅2.4メートルの狭い下部遊歩甲板があり、中央部から船尾側にかけ3分の2は原則に開放されていた。左舷側前方の一層上の1、2等、食堂配膳室下にこの食堂用の厨房があり、内部階段で配膳室につながっていた。ここより、 後方は三等旅客用上下線通路及び遊歩乾板として使われた。右舷の一部は、機関部高級船員居室や船員食堂に、選手部は、乾板部員居室として使われ、客室はなかった。なお、車両乾板車両格納所は、両側面と前方の三方面が、乾板二層分の高さの構成囲い壁で囲まれ、 下各遊歩乾板側面開放部の内側は、この過去壁で閉鎖されていたが、この部分には、多数の丸窓が取り付けられていた。車両乾板上部遊歩乾板の二層分化が、車両乾板で、下各遊歩乾板に占有されない、中央部分は、乾板二層分吹き抜けとして、鉄道車両を収容できる天井高さを確保し、軌道を参戦敷設して、 車両格納所としたが、ボイラーからの煙需や探偵甲板から、ボイラー室、機械室へ通じる、通風等々の通る、機関室囲い壁を船体中心線上に置いたため、船内軌道の抽選は、船体中央部とマリで短かった。車両甲板船尾露天部両源には、軽船用の、キャプスタンを備え、その原則には高さ1.22メートルのブルワークが、設けられた。 就航当初は、車両甲板最後部の一段低くなったエプロン甲板上の段差直前の位置に、ブルワークと同じ高さの木製差し板式防幅を公開中セットしていたが、ほどなく使用されなくなった。なお、車両甲板両舷の下部遊歩甲板の直下の部分は、左舷は三頭トイレ、洗面所、右舷は、船員用通路、船首部は、 機関部員居室として使われ、客室はなかった。車両間板線微左減原則には、前から順に、共に高さ1.22メートル幅1.22メートルの、内開きで、小荷物用サイカモ門と郵便用サイカモ門が設けられ、サイカモ門内側の車両間板上には、直下のお手、小荷物室、郵便室へのハッチがそれぞれ設けられた。岸壁側でも、 最下門に対応した位置に、切り欠きが設けられた。車両甲板線ビューゲ原則にも、同じ大きさの石炭積み込み用最下門が設けられ、岸壁停泊中、沖側から端けで石炭を積み込み、人力で、車両甲板の石炭骨積み込み口まで運んでいたが、ほどなく、車両甲板への石炭車乗り入れによる、直積みに変更された。 これら線尾両原の最下門付近から、線尾側は、線体幅が、徐々に狭くなるため、車両格納所両原囲い壁も、左原では、車両甲板線尾端から19.2メートル、右原では18.7メートルより、線尾側では、下側半分が省略され、これら最下門の内側はいきなり車両格納所となっていた。これらのほか右原やや前よりにも、 高さ1.2メートル幅1.8メートルの再貨門が設けられ、就航当初は青森、函館総合発着貨物に限り、橋家に役により、この再貨門から2層下の貨物層へ積み込んでいた。主幹ン車両幹ン下の船体は6枚の水密隔壁で、選手側から、選手タンク、秒差庫倉庫、貨物層、ボイラー室、機械室、車軸室、 戦備タンクの7水密区画に分けられていた。本線では、車両甲板の下の甲板を主甲板と称し、蒸気水密区画の主甲板の高さでは、選手タンクの上には、選手打を駆動する、機動式操舵機が設置された、選手操舵機室が、倉庫の上には、客室係員と調理員の居室が、貨物層の上には、 畳敷きの全部三等雑居室が設けられ、その後ろに隣接するボイラー室上部まで水密を保ったまま2メートル程度突き出していた。下の貨物層は当初、青森、函館総合発着貨物に限り使用されたが、これもほどなく全て貨車構想となり、使用されなくなった。この貨物層へ、二役のため、全部三等雑居室原後ろ隅にはハッチが設けられていた。 ボイラー室とタービンのある機械室は、共に2層分吹き抜けで、その後ろ、車軸室の上の主観板には、同じく畳敷きの後部3等雑居室が設けられ、ここも、水密を保ったまま5メートル程度、機械室後端上部にはみ出していた。その後ろには、急行列車以外の郵便、で、小荷物は、戦争済みの方針であったため、で、小荷物室、郵便室が設けられた。 郵便室の後ろ、水密隔壁を隔てた、最後部が起動式操舵機の設置された、操舵機室で、郵便室と操舵機室の元が、戦備タンクとなっていた。なお3等船室は、平らふ丸型のような、いわゆる、小玉式二段雑居室は採用されなかった。裏が選挙建造の商法丸、平ん丸では、ボイラーに、白用スコッチ管六管を採用し、 格言に3巻ずつ搭載したのに対し、三菱造船長崎造船所建造の津軽丸、正木丸では、イギリス製の軽量小型の、バブコックウィルコックス式水管管を輸入し、同じ6巻を、左限、中央、右限に2巻ずつ搭載し、ボイラー室の長さを約2.5メートル縮小し、選手側の石炭庫の高さを主管単までとし、その上に、 全部三棟雑居室を広げることで、裏賀選挙生より、この雑居室を4メートル程度長くでき、裏賀選挙生の三棟定員658名に、対し三菱造夫先生は753名と100名、近く増員できた。しかし、三菱造夫先生では、ボイラー室に密閉間室強制通風方式を採用したため、隣接する機械室との間の通路に、 前後に常時兵の密閉扉2枚を備えたエアロッカーを設置し、ボイラー室の洋圧維持を図る必要があった。このため、乗組員のこの間の行き来に手間がかかった上、ボイラー室天井高さの関係で燃焼効率が十分上がらなかったため、白洋スコッチ管より燃料消費量が多くなり、また後年は水管の破損事故も相次ぎ不評であった。なお、 この密閉間室強制通風方式のため、三菱造船製の煙突は、浦賀船巨製より、若干小さかった。一方、タービンは、当時浦賀船巨では製造していなかったため、イギリスから、メトロポリタンビッカース社製の羅頭式衝動タービンを、輸入搭載したが、三菱造船長崎造船所では、自社開発製造の衝動タービンを搭載した。いずれの形式も、 ボイラーから供給される蒸気を使用する高圧タービンを両弦の主軸の内側にその使用済み蒸気を再利用する低圧タービンを外側にそれぞれ主軸と平行に配置し両タービン出力軸の各小歯車が主軸の大歯車を両側から直接回転させる一段減速歯車方式であったさらに全身の50%程度の出力の更新タービンが 高圧低圧の両タービンの全部に付設されており、これが一段減速歯車付けタービンの1セットで、このセットが左右2機搭載されていた。この減速歯車により、タービンの高速回転は、プロペラ効率の良い回転数に下げられ、裏賀線巨星では最大毎分190回転程度、三菱造先生では160回転程度で、 戦備水戦艦の2機のプロペラを回転させた。しかし戦備場は1枚で、このタービン2機2軸と1枚舵はその後の、青函航路の蒸気タービン船に継承された。この原則歯車付タービン採用は、小法丸型4隻が、青函連絡船としては初めてであったが、主軸直結式タービンの平船丸、田村丸建造から15年経過しており、 鉄道省ではすでに1922年建造のカンフ連絡船京福丸から一段減速歯車付けタービンを採用していた。小法丸型では車両甲板線微端の約75センチメートル低くなったエプロン甲板上の定位置に陸上軌道から続く軌道を付設した。 可動橋補助下駄の先端を乗せると、可動橋の軌道端と、車両甲板の線尾側線内軌道端が合致し、さらに工術の特殊レールを介して、両軌道の連続性が確保されたため、陸上側から機関車で、車両を線内へ押し込んだり、線内から引き出したりと、軌道走行の形で車両の積み下ろしが行えた。車両甲板には、車両甲板線尾端を起点とした。 船内軌道が3船付設され、通常運行時接岸する、左舷側から、船1番線、船2番線、船3番線と呼称された。中央の船2番線は、機関室が濃い壁で、行き止まりのため軌道有効長39メートルと、短く、荷物車2両、またはワム型貨車5両、左舷の船1番線は、七77メートル、右舷の船3番線は、 同81メートルで、それぞれワム型貨車を10両ずつ積載でき、ワム換算で合計25両の貨車積載が可能であった。各線に積み込まれた列車の最前部の連結機は、軌道集団の車止めの連結機に連結された。各線の列車の最後部では、オおつキンテイグと称する、ターンバックル付きの二股の鎖を用い、鎖の一端を最後部連結機に巻き付け、 他の2端のフックを列車後方の看板面に設置した、近低用鉄管にかけ、ターンバックルで締め上げ、列車を引き伸ばして固定し、縦揺れによる車両の前後移動防止を図った。さらに最後部車両の車輪の後ろ側のレール上に、車輪が後方へ転動しないよう、左右両輪が当たる部分のみ断面が直角三角形になるよう枕木に切り欠きを入れた。 車輪止めをかまして、一万一の車両の後方への一層を防いだ。また、横揺れによる車両を転防止には、講習金定具と称する一端が、ハサミ状、畳んだ、フック付きのターンバックルを用い、ハサミで車両台枠の鉄骨を挟み、フックを斜めした側方の乾板面に設置された、筋底用鉄管にかけ、ターンバックルで締め上げて、車両を固定した。 しかし船が大きく横傾斜すると、それに伴って横傾斜した車両の傾斜した側のバネが、車体の重みで圧縮され、その側にかけた、公主筋定具が緩んで、場合によっては、外れることもあるため、後天時には、二軸車は、板バネと台枠の間に、木製のくさびを打ち込み、ボギー車は、車両を甲板上に置いたバンギや支柱で車体を直接、指示して、バネ殺しし、 公主禁定具が緩まないようにした。公主禁定は、通常、二軸車では片側4本、ボギー車では片側6本をかけ、公転時にはさらに、増し掛けを要した古川1966、P110、111。これらの禁定具は、その後も改良されながら1988年3月の、青函連絡線の就航まで使用された。なお、 船内軌道のレール付設方法は、浦賀線巨星では、車両を乾板面に、軌道方向に固定した、高さ約 20cm 幅約 25cm の、縦枕木上へレールを犬釘で固定したのに対し、三菱造先生では、車両乾板面に、リベット固定した、高さ約 9cm 幅約 25cm の、 溝傾向の溝の中に設置した、レールチェアにレールをねじ込みボルトで固定して、重心低下を測った。ヒーリング装置、商法丸型では、船1番線と、船3番線は、船体中心線から離れており、車両積み下ろしの際には、船体が横傾斜するため、ボイラー質量源に、裏賀線巨星では、各143.5トン、三菱造船製では、 各127トンのヒーリングタンクを設置し、1台の大容量ヒーリングポンプでこの両タンク間の海水移動、または各タンクと船外との海水の出し入れを行って、船体横傾斜を抑制した。このヒーリングポンプは、突出方向一定の軌道式遠心ポンプで、機械室に設置され、ヒーリング操作中は常時運転とし、このポンプの吸入側と、 土室側に1個ずつ設置した2個の4型コックの線操作の組み合わせで各種ヒーリング操作が可能となるようヒーリングパイプの配管がなされていたこの操作は車両積み下ろし作業を目視できる後部船橋から4型コックの線を駆動する直流電動機を遠隔操作することで行われたがヒーリング装置の電気的遠隔操作装置は世界初であったしかし。か この電気的遠隔操作装置付きヒーリング装置は操作面では4カタコックの定位置での停止にコツを要した上保守管理面でも4カタコック駆動電動機とその関連機器並びに4カタコック本体ヒーリングパイプの複雑な配管にも問題があったそれでも比較的簡易なシステムで遠隔制御ができたためその後も4カタコックを駆動する電動機の交流化や ヒーリングポンプ自体の動力を交流電動機化した船もあり、改良されつつ1955年建造の檜山丸型までの生管、右こ両航路の車載客船、車両音船で採用され続けた。なお、このヒーリング装置は商法丸型建造当時はトリミング装置と呼ばれ、それ以降も生管では1948年建造の大雪丸。 日高丸まで、右向では1953年建造の第三右向丸まで、そのように故障されたが、本来、トリミング装置は、船守備の喫水差調節装置を意味するため、1955年建造の日山丸型からヒーリング装置に改められた。国鉄の蒸気機関を動力とする車載客船、車両音線の中で、消防丸型4隻だけが、ボイラー炎炉。 戦隊中央部中心線上に通して大きな一歩に煙突姿となり太平洋戦争後これらの後継として建造された当夜丸型車載客船とは受ける印象はかなり違ったまた当時最先端の船でありながらその煙突も二本のマストも選手もすべて直立で煙突やマストを後継させたデザインの軽複丸型やはたまた平布丸型に比べても 鈍重な外観であった。塗装は四席とも大部分の時期、下記の、昇法丸型一覧表の平丸の写真のように、乾板室部分が白、それ以下の船体部分が黒であったが、下部遊歩乾板側面は、中央部から、船尾側にかけ船体長の、約3分の2が、側面開放の遊歩乾板となっており、この部分も乾板室扱いで、 ブルーワーク以外は白く塗装されていた。しかし、昭和丸型一覧表の昭和丸の写真のように、選手部戦隊に至るまで、下部遊歩看板レベルを塗り分け戦とし、戦隊上部も白く塗装した、軽快な姿の写真が4隻すべてで確認できる。しかし、その塗装時期についての詳細は不明であるが、1932年以前の時期とされる。 太平洋戦争開戦後、西韓連絡戦前線を含む、すべての日本の船舶は、海力色の戦時警戒色に塗りつぶされた。青森、函館両校の車載客船、車両音専用岩壁は、船体下舷の大部分を接岸する直線部分と、それに続く、船尾部が、すっぽりと入るポケット状の湾入部分からなる逆、J 字型をしており、 船は更新してこのポケットに船尾を入れ、左舷と船尾両舷で、節眼経流された。それでも船は、波や、ちょいや、車両の積み下ろしなどで、上下左右、前後にも動くため、陸上の軌道と船内の軌道とをつなぐ、可動橋が必要であった。このポケットの船尾中央部が接触する部分には、岸壁はなく、海がさらに、入り江上に入り込んでいた。 可動橋はその中心線が係留された船の船体中心線と一致する形で、この入り江の西用部から船尾に向け入り江を縦断してかけられた。当時、青森、函館に建設された可動橋は入り江採用の陸上から門構えの基本下駄昇降装置までの長さ24.4メートルの基本下駄とその先6.1メートルの補助下駄からなっており、 補助下手の先端を車両を看板線微端の約75センチメートル低くなったエプロン看板上に置いて固定するもので基本構造はすでに関森航路で実用化していたものと同様であったしかしこの可動橋は補助下手だけを単独で動かすことができずまた補助下手が合接構造で船の横傾斜に十分追随できなかったこともあり 太平洋戦争後、ワ構造の補助下手への交換と補助下手昇降装置の負荷、陸上の兄弟と主下手の間に橋下手を挿入するなどの改修工事が行われた。可動橋自体の設計荷重は E33 相当で、入れ替え機関車の重量には十分耐えられるものであったが、陸上と可動橋の勾配の折れ角が、 長位によっては64から80パーミルと課題になることがあり、稼働協上に q s 字曲線も介在したため、稼働協上への入れ替え機関車の乗り入れは無理とされた。また、補助下はその先端をエプロン甲板に乗せるため、補助下上に重い機関車が乗ると線尾とともに沈下して、ここでも勾配の折れ角が課題になるため、積み下ろしする車両と入れ替え機関車の間には、 数量の控え車を連結し、入れ替え機関車が可動橋を取り分け補助下に乗り入れなくても済むよう工夫された。可動橋には、車両甲板線微単の三線の線内軌道と合致する、よう三線の軌道が付設されていた。都合六本のレールは、可動橋先端で折りたたみナイフ状に折れるヒンジを持ち、ヒンジより先は、幅の狭いナイフ状の先端特殊レールで、 各軌道のレール長部内側の延長として、可動橋先端から約 90cm 突出し、使用時はこの先端特殊レールを、その幅だけ基幹を広げた、船内軌道車両甲板後端の特殊レールの内側に接するよう落とし込むことで、可動橋と車両甲板の軌道の連続性が確保され、船の前後運動による最大 30cm までの両軌道間の 理解にも対応できた。なお先端特殊レールの中央部には、可動橋の勾配と、車両甲板の勾配差で生じる角度にも追従できる、要プラスマイナス20度程度動く、第二のヒンジも設けられていた。また両特殊レール内側には脱線防止ガードレールも設置されていた。昇法丸型は1924年5月から12月にかけて順次就航したが、 車両を積み下ろし可能な専用岩壁は未完成であった。その上、車両の連結機も、北海道の自動連結機と、本州以南のネジ式連結機では、相互に連結ができず、これらの問題が解決されるまで、平不丸、田村丸に代わって、通常型の客船として使用され、この間、車両を簡単上には、臨時の手、小荷物、郵便室が設置されていた。 昭宝丸就航直前の函館港には1910年12月15日完成の木造三橋があり、三橋上には1915年6月15日開設の函館三橋上工場があって連絡船接続列車が発着していた。この木造三橋には当時西面と北面のニバースがあった。車両構想を開始するため、 この三橋のすぐ南側に1922年8月10日から鉄筋コンクリート作りの専用岩壁にバースを有する若松頭が築造中で木造三橋は撤去される予定であった。1924年4月25日からこの木造三橋の西面バースを使用停止とし一部の客家便は置きかかりに戻し5月1日には 函館三橋上工場も閉鎖された。同年10月1日からは、築造中の若松不当先端よりの函館台に、岩壁が一部完成したため、使用開始し、木造三橋は使用廃止された。10月4日には、若松不当場に建設された鉄筋コンクリート3階建ての、 連絡船待合室1階に完成した一面2線の新しい函館桟橋駅も使用開始された。翌1925年5月20日には、道岸壁の稼働橋が竣工したため、5月21日より、昇法丸型による試験車両構想が開始され、8月1日より、正式に車両構想が開始された。また6月1日からは、 手前側の函館第一岸壁の使用も開始されたが、可動橋使用は9月5日からで、10月14日をもって、若松不当築造工事は完了した。しかし、車両構想開始後より急増した函館機構内の、貨車入れ替え作業は、1928年9月10日の、長林線全通や、1930年10月25日の、 上祖線の気候内への延伸開業で、さらに白車がかかり、これに対応する函館機構内配線の全面改良工事が、1928年10月より開始された。その一環として、1930年11月11日には、函館桟橋駅ホームが、函館駅本屋の古線橋まで延長され、函館駅、 第二乗降場と呼称される長いホームとなった。これに先立つ同年10月1日から、函館三橋駅発着列車は廃止され、すべて函館駅発着となった。一方青森川は、すでに青森県が国庫補助を受け、1915年6月以来工事を進めていた大規模実行工事である青森港。 1> 第1期集築工事の付帯工事として、青森第2岸壁の築造工事が、青森県への委託工事として1920年4月1日に寄稿、寄港、1923年12月15日からは一部で、先行使用が開始され、ここに、青森川での旅客便、客貨便の直接着岸が実現した。1924年3月31日には、 通常岸壁として竣工し、青森県から引き渡しを受けた後、車載客船の船尾を経流するポケット部分と可動橋を追加建設し、1925年4月25日、竣工し、同年5月21日からの試験車両構想に使われた。なお、青森第一岸壁は、1923年12月まで、 青函連絡船の旅客用橋家岸壁として使われた第二船入り艦をさらに南西に掘り込む形で築造され、1928年8月11日に岸壁完成し、可動橋は同年9月20日竣工10月から使用された。本州では、1925年7月1日から、築地、客車の編成中間から、 自動連結機への交換が開始され、7月17日には、貨車の全国一斉自動連結機への交換がわずか1日で行われた。北海道ではすでに、その前年の1924年8月5日から7日に、客車の8月13日から16日には、残りの客車、機関車、貨車の自動連結機中心高さを、従来の 660mm から、 全国標準予定の 878mm への引き上げ工事を済ませていた。ここに専用岩壁の完成と連結器の統一を見て、1925年8月1日より、待望の車両構想が開始された。地箔連絡制に決まるは、1926年12月、陸上の標識局から発信される電波の方向を測定する。 無線方位測定装置を日本の船舶として最初に装備していたが、青函航路でも1930年5月、函館湾をの区名別に地上標識局が開設され、同時に当時就航中の全連絡船に無線方位測定装置が装備された。その後、1936年1月には、カット市三と青森港西側の沖立、東側の裏町に、 1942年12月には、平立の北、石崎にも標識局が開設され、視界不良時にも、不完全ながら、事前の位置を知ることができるようになった。車両構想開始以前は、北海道の主要産物である、千州魚、玉ねぎ、ジャガイモ等の本州向け輸送、本州から北海道向けに輸送される味噌、醤油、野菜、果物、 陶器等の輸送は、積み替えが多くなる、青函航路経由を嫌い、一般船舶で輸送されたが、大量低頻度輸送で不便であった。しかし、1925年8月1日の車両構想開始後は、天候に左右される、端気に役による積み替えがなくなり、青函間の貨物計測時間が40時間から10時間に短縮されたことで、 急走を要する鮮魚輸送にも広く使われるところとなり、東京市場での鮮魚価格低下に貢献するなど、道内産鮮魚の市場規模を急拡大させた。また、内陸駅から内陸駅まででも、積み替えは、発着駅だけとなり、簡易な荷造りでほとんどしないためなく、船舶に比べれば少量かつ高頻度で利用できるようになったことで、 蒸気の農産物や食品雑貨等も、鉄道輸送に取り込み、また新規獲得し、まさに流通革命であった。その後も、道内発貨物の平均輸送距離は年を追うごとに伸び、商品販路はさらに拡大して行った。かつて青函航路が、混乱状態に陥った1917年度の貨物輸送量は36万1259トンで、 対戦景気末期の貨物輸送量ピーク時の1920年度には455,597トンを記録し、その後は景気交代で一時減少したものの1924年度には465,860トン。年度途中から車両構想を開始した1925年度には497,006トンと増加に転じていた。車両構想開始翌年度で、 年度途中から第一生館丸も就航した1926年度には、依然景気交代時期であったにもかかわらず、蒸気のような新規貨物需要の掘り起こしもあり、貨物輸送量は、前年比32%増の654,952トンを記録し、車両構想の効果を見せつける結果となった。一方旅客輸送は、 同じく混乱状態に陥った1917年度の旅客輸送人員は49万4827名で、対戦景気中の旅客輸送人員ピーク時の1919 19年度は70万5055名で、以後同様に減少していたが、昇法丸型が前年度途中から通常の客船として就航し、年度途中から車両構想を開始した1925年度には、 前年比7%増の75万2864名を数え、蒸気記,記録を更新し、大型客船効果を示したが、1926年度の旅客輸送辞任は76万6606名と微増に止まった。消防丸型は、試運転最大速力こそ16.957、ノットと、平布丸型には及ばなかったが、 当時の平丸型と同じく、青森函館間を4時間30分で運行できた、上、200時間が短縮されたため、一石一日に往復の運行が可能であった。就航早期には、一部の客下便で4時間15分、4時間20分、運行も行われたが、戦時中には酷示され、4時間40分運行になってしまった。青森港沖で爆撃を受ける商法丸。 この写真はアメリカ軍撮影でアメリカの週刊誌ライフ1945年8月13日号に掲載された。日本側でこの写真が再発見された1978年頃は昭法丸か平ラ丸か定かでなかった。その後の本写真を含むアメリカ国立公文書記録管理局所蔵の生還連絡船。 空襲関連のアメリカ側撮影の大量の写真や文書の精査から、昇法丸がジグザグ後方で爆撃をかわしている。空襲初期で、相打室屋上の弾薬箱に、機銃弾が命中し爆発したところ、と推定された。函館市青函連絡船記念館マシュー丸に、展示されている初代マサキ丸の豪商津軽丸を除く三席は、戦後引き上げられるなどして、 スクラップとなったが、まさきまで使用されていた、合唱は現在、函館市青函連絡船記念館、マッシュゅうで保存、展示されている。ありがとうございます。